こ。正解。それじゃあここにあるのは何だかわかるか。六。何？六。六？九でした。ここにあるのは何だかわかるか。三。何？八。八？八でした。八でしたね。ちょっと林先生がねこれ太ってた時の顔かな、嫌だな。先週はあいうえおの勉強したね。あ、言ってごらん。あ。お、綺麗な声出るようになったじゃない。あ。あ。いい。いい。う。え。お。あいうえお。覚えてる？で先生ね、今日お顔を作ってきたの。あ、またそうなったよ。これはなんていいですか？なんていいですか？3。これは3だな。ちょっとみんな。これ林先生のお顔になるんだよ。こうでしょ？林先生ね、お顔描いてるか？どうだこの顔？ダメ？ダメか。じゃあ林先生女の人になってる、お母さんになってるか。どうだ？ダメか？あ、そっか。あなた上あそこで、あそこ見にくいもんで。あそこで。ワンちゃん。これは犬になってしまいました。変か。でも先生が死んじゃうとこうなるの。ふう、幽霊でーす。幽霊になるのは楽しいね。でも林先生のおじいちゃんになるとこうで、皆さんこんにちは、私はおじいちゃんです。あんまり似合わない。もう一回幽霊になって、もう一回幽霊になる。これはなんだか知ってるか。なんだか、なんだと思う。これ丸いもの。幽霊。株でした。うん。これはなんだかわかるか。夜。うん、夜。自動車でした。でね、ドラえもんが寝てたらね、雲が飛んできたのね。雲が飛んできたの。この雲は何に見える？魚。何？魚。だから魚雲っていうの。この雲は何に見える？ソフトクリーム。え？ソフトクリーム。ソフトクリーム見えるか？ソフトクリーム見えるか？これソフトクリーム雲って言うんだよ、高橋君かな。じゃあこれ何見える？田島君、何に？車。田島君何だって？車。車に見えるか？じゃあこの雲は何に見える？顔。顔。顔雲って言うんだ。な。じゃあこれは何に見える？ちょっと分かりにくいな。これに先生、ブドウを描いてきた。ちょっと芸術的でしょ。なあ、じゃあみんなに今度は聞いてみよう。これはなんだ。ゾウさん。何？ゾウさん。ゾウに見えるか。これゾウに見えるって。他に、他に何か。こうしたらなんだ。こうしたらなんだ。車。車か。これは何に見える？これは何に見える？これは蜂に見えるか。そうだそうだ。これは何に見える？リボン。リボンに見えるか。じゃあこれは何に見える？あ、藤井さんだな。あれは伊藤さんの人はいいかもしれない。これは何に見える？自動車です。これは何に見える？これは何に見える？え？トラック。トラックに見える？いや、これは何に見えますか？なんだ？レモン。レモンに見える。田島くん、ほか、卵にも見えるな。うわ、見えちゃった。これは何に見えますか？土。え？土。これは何？土に見える。じゃあこれは何に見えますか？帽子。帽子に見えるね。じゃあこれは何に見えますか？これは何かというとね、お餅みたいだな。そうか。これは何に見えますか？リボン。リボン正解。じゃあこれは何に見えますか？車。車。じゃあこれは何に見えますか？これは何だろうね。ハート。え？何？何？ハート。ハート。ハートに見えるか。じゃあこれは何に見える？全部で作った。何見える？そう。これは何に見える？指。指に見えるか。じゃあこれは何？これは何に見える？
アヒルか、鳥にも見えるな。じゃあ蝶々かなと思ったらね、これ蝶々じゃないの。チェン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 、タコになっちゃったの。なんか、ね、タコかなと思ったらタコじゃないの。なんでしょうね。お家になってしまいました。お家かなと思ったらお家じゃない。なんでしょう。トラック、トラックになってしまったのです。トラックかなと思ってたらね、テーブルになってしまいました。お花がある、お花があるかなと思ったらお花じゃなくて、最後は何ですか。魚になってしまいました。どんどん変わっちゃったね。これは何だ。うん、新幹線でした。いや、もうこういう新幹線じゃないね、こだま。じゃあこれは何で、これは何ですか。これは何ですか。田島くん、何だ。カップでした。これは何ですか。何？ケロちゃんの顔でした。ケロちゃん、そういえば今日寝てるんだよな。ケロちゃんもうずっと出てきてね。何？今日？そう。ひるまくん来てくれたね。で、田島くんの赤さん椅子を前に引いてあげるという。外くるくる回らない。な。あんたが悪いんじゃないの。それ椅子がね、くるくる回るもんで。な。けどそうだろ。うん。うんだ。入ってんだぞ。何？ひるまくんの椅子もくるくる回ってる？椅子はね、ま、あれつけ後ろ引いてもいいよ。ね、うん、その方が楽かもしれない。足を前出してみないさ。足を曲げてな、りょうじくんよ。足を曲げておくと、はい、前出してごらん、出して。よいしょ、足前。これで、つけ後ろ引いてあげればいい。そうそうそう。そうそうそう。そうやってな。な。そうやって座りやすいね。うん、今日鈴木さんも来た、うん、伊藤さんも来た、うん、そうか、みんな来てるね。でも、まだ一人方来てないな。うん、な。それじゃあな、うん、次の勉強いくよ、うん、今日はいろんな勉強しますが、挨拶の勉強からいこうか。こんにちは。こんにちは。僕は幼稚園で先生に会いました。ですから先生に挨拶をします。こんにちは。こんにちは。今日夕方、夜か、夜ね、近所のおばさんに会いました。僕は挨拶をしました。こんばんは。友達と遊んで友達が帰る時になりました。僕はみんなに言いました。さようなら。言ってごらん。さようなら。おーい、宇宙人がやってきました。こんにちは。こんにちは。こんにちはってのも怖いね。じゃあちょっと言ってみてよ。おはようございます。おはようございます。おー、いい声出なったじゃない。おはようございます。おはようございます。誰、変な声出してるの。おはようございます。おはようございます。こんばんは。こんばんは。さようなら。さようなら。いらっしゃいませ。いらっしゃいませってのもおかしいね。こ、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 言ってごらん。こ。そう。子犬のこ、言ってな。子犬は。こ。こ。弱い弱い弱い、もっと強く。こ。こ。ギャーギャー声なし。こ。こ。唾をたくさん出すんだよ。こ。こ。ぐわー、だいたいギャーギャー声出したやつはこう。こー、あのお兄ちゃんうんと上手だぞ。こう。こー、ほら、さすがだな。みんなあのお兄ちゃんのようになりなさい。こう。こー、弱い弱い、もっと強く。こう。こー、うまい。伊藤さん上手だ。こう。こー、こー、子犬のこ。こー犬のこ。鉛筆のうん。鉛筆のうん。ペンのペン。人参のに、人参のに、チーズのチ、チーズのチ、ちくわに見えたすし、思わずね、今ね、そういうおいしい店があるもんでね、ね、歯の歯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 、つなげるとこんにちは、言ってごらんさん、はい、こんにちは、言える、こんにちは、こんにちは、でね、キータちゃんという人来てね。この人ね、お話ができないんだよな。うん？話せるようになった？ほんと？じゃあ先生が一体に言ってみてよ。いい？こ。うん？喉に力入れてね、こって、こ、こ、こってやるのよ。できる？言ってごらん。みんなちょっとやれる？こ。言ってごらん。こ。うん、声出さない。こ。できる。今の上手。田島くんうまい、あんた。かっこいいね。鈴木さんも上手だ。うまい。
もっとちょこ、もっとちょこ、まあこ、じゃああなた言ってごらん。じゃあこうっていうのよ、こ。じゃあうんは、じゃあうんって言ってごらん。みんないる？うーん、さーい。そう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 、なんかうんち出るみたいだな。うーん、はい。にぃ、もっと先生の毛洗っていいから、にぃ。あんた言ってごらん。にゃちゃん、もっとね、いーってやるの、にぃってやるの、に。みんなできるよな、にぃ。にぃ。ち。ちゅうじゃなくて、ち。いーって、くいーってことだ。ち。みんなやってごらん、ち。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 わぁ。わぁ。まーい。じゃあ、あんた、こんにちはって言ってごらん。んこんにちは、みんな言える？こんにちは、こんにちは。上手だねよ、上手だ。ひるまくん、お前いい声してる。みんな手叩いてやってよ。あんた上手だ。じゃあみんな言ってから、こんにちは、こんにちは。その時お口をもっとパクパク動かさないと。こんにちは、こんにちは、こんにちは、こんにちは。あんまりこんにちはってうまくないな。なーに、またいじけちゃったの。言えないの。まあ仕方ない、あんたね、これ人間の言葉だからな。キータちゃんの言葉じゃないの。んお家帰る。んまあおっぱい欲しいの。おっぱいない、おっぱいないの。おっぱいないって。おっぱい欲しいの。あんたまだおっぱい飲んでるの。ん何、伊藤さんは飲んでるかって。おっぱい飲んでる？ひるまくん？ひるまくん飲んでる？鈴木さん？鈴木さん飲んでるの？飲んでる。あんた飲んでるの？ごめんね、この人ね、おっぱい寝ないとね、寝られないのよ。おっぱいをいじって寝て。ここでいいか？ん？ここでいい？もう一つ？いいの？もう二つも贅沢いいんじゃないの？二つ欲しいの？二つ欲しいのか。赤ちゃんだもんでね、この人。今作ってやるから。これでいい？いい？どう入ってくの？この中で。入ってく。もういいか？これで。寝てんなよ。よし。じゃあ行ってよ。臭いな。こんにちは。こんにちは。うまーい。もっとパワーアップしようか。寝たか？寝たか？寝た、寝た、寝た、起きてくれるな。寝たぞ。おぱい、おぱい。じゃあ、こんにちは。こんにちは。おー、すごい。明るく言おうよ。こんにちは。こんにちは。お花さんが言いました。お花さんがね、この人ね、英語で言うんだよな。Hello!Hello! Hello! 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 でもお花さんに英語教えてあげるよ。日本語教えたの。こんにちはって言うんだよ。こんにちは。こんにちは。できるか？こんにちは。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 こんな言い方もできるんだよ。こんにちはさん。はい。こんにちは。おー、できた。音楽みたいでしょ。こんにちはもいろんな言い方できるんだよ。これはどうかな。こんにちは、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 こんにちは。これは難しい。こんにちはさん、はい、こんにちは。できたじゃない。じゃあこれはこんにちは、こんにちは。よし、じゃあ言ってよ。こわこわこわ。おかしい、こんな言葉ない。こちはこちは、こちは、こんな言葉ないね。こんにちは、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 こんな言葉もない。こんにちはさん、はい、こんにちは。こう書くんだ。じゃあみんな手出してごらん。こんにちはさん、はい、こんにちは。できた。もうちょっと音を分けてやるよ。こんにちはさん、はい、できた。こんにちは、こんにちは。よし、お魚さんが言いました。
お魚さんがみんなのところにやって